皆さんこんにちは、鈴由美です。キランチャキーン。はい、今日の動画はマクドナルドの新商品で宅飲みしていきたいと思います。はい、今日買ってきた商品を紹介していきます。全部クーポン使ってます。平成バーガー大復活シリーズ、焙煎ごまエビフィレオが1つ430円、卵ダブルが1つ440円、スパイシーチキンマックナゲットと普通のナゲットがセットで480円、ソースも新商品でガーリックハバネロソースとサワークリームレモンソースです。休館日明けの腹ペコ宅飲み始めていきたいと思います。はい、そして今日飲むお酒なんですけれども、オエノンさんからフルーツチューハイ日本プレミアムシリーズをプレゼントしていただきました。日本プレミアムシリーズのパッケージがリニューアルしたのと、新しい味が出たみたいです。この中から今日はどれを飲もうかすごく迷ったんですけど、まあ、マクドナルドっていうことで柑橘系2つと酒飲みの体に優しいリンゴ味でいきたいと思います。最初はスカッとレモン味から。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。夏にぴったりの味だ。いただきます。新商品のソースは普通のナゲットで試してみます。サワークリームレモンソース、ガーリックハバネロソース、辛さと酸味が夏にぴったりの味だね。めっちゃお腹減ってたからナゲットが止まんない。日本プレミアムシリーズって静岡のお茶割りのやつは飲んだことあるんだけど、他の飲んだことなくて、アルコール度数が 3% から 4% だから、私が果たしてどこまで酔えるのか。はい、次は愛媛県産伊予柑。パッケージにさ、何々県産って書いてあるからさ、その土地その土地の名産品を巡ってるみたいで楽しい。もっとすごいオレンジなのかなと思ったら意外と色味薄かった。焙煎ごまエビフィレオ。平成バーガー大復活って言ってるけど、記憶にないんだよな。私の記憶の中でテキサスバーガーとマックポークの記憶がでかすぎて、ごまドレみたいな雰囲気のごまソースが入ってんのかな。
全体的に甘みが強いかな、ソースもバンズも。平成バーガーがもう一種類あって、ブラックペッパーチキンフィレオみたいなやつ迷ったんだけど、ナゲットがチキンだから結構ごま感全開。めっちゃあちこちにごまが飛び散る。 3% とはいえちゃんとアルコールが体の中に入ってきたぞっていう信号が伝わってくる。ではラストの卵ダブル、マックって感じ。ベーコン、卵、お肉、お肉。ビーフパティとベーコンの組み合わせがマック食べてるなっていう感じがする。粗挽きのブラックペッパーの風味が引き立ってて、味的には結構シンプル。3本目、青森県産富士りんご。そもそもりんごジュースが大好きで、今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマックの新商品とフルーツチューハイで宅飲みしてみました。3% を3本目飲んでるところで、ちょうどこの酔いの入り口に入ってきたかなっていう感じがします。どんどん気温が上がってきて、夏が近づいてるんだなって思うと、ちょっと憂鬱です。なんか大人になってから本当に暑さに弱くなって、昔はね、夏っていうと祭りだとか遊び行くぞっつってウキウキしてたんだけど、もう家から出たくないもんね。とはいえ今畑仕事もしてるから引きこもるわけにもいかず、今年の夏はどうやって乗り越えようかなと。日焼け対策もあるし、それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋。